点になりますけれども、それが効果的なんですね。そうですね、非常に今の鹿島のこのリズムの良さっていうところはそういった部分があると思います。フルス対決、藤井がベンチからのスタートになっています。変わりなく 3-4-2-1、 ベテランの柏が3試合ぶりメンバー入り。ホームチームのキックオフでゲームがスタートします。永井さん、いろんな憶測が飛びましたけれども、はい、中で2人が手を挙げています。ニアサイド、川辺、前向く、食べて加藤ぶつきです。スイッチして松本、ヘディングシュート、川辺です。ミドルレンジ、足元へのパス、つながった。パス、今日はチャンスが多いゴンサロ・パシエンシア。上から落としてきます、抜けた。アントラーズ先制、知念。高く味方を使ってマークを外しました、アントラーズ先制です。あっという間に追いついてみせました広島。来日で初ゴールになりますゴンサロ・パシエンシア。ここも新井選手のこのボールもドンピシャでしたね。はい、上田直樹、ノーノー、センターで鈴木優太が待ち構えていますが、ノーノー打つ。中で松本、また抜き、入れ替わって川辺が行く、ラストは松本、逆転広島。川辺駿から松本へ、綺麗なラストパス。大迫出る、滞空時間の長いボール、ゴールキーパーが出てきました。前半も終えて1対2、点の取り合いとなりました。藤井はそのまま左ワイドへ。ワントップ、ツーシャドウの形は一番縦へ行きます。内が鈴木優真、ブロック得だ、打つ、反転ターンから見事なフィニッシュ。17歳が大きな仕事をしました。 J 初ゴール、ここでのドリブルっていうところがまず効きましたし、この一つ手前で鈴木優真、ドグラス、ビエイラ、ミスタ誠、トルガイの上がりを待ちます。ミスタキープ、右松本、ミスタ自分で打ちに行く、東、中で松本が呼んでましたが、ミスタフリーで前を向く、折り返しフリーだ、松本、決定機でした。回しに行く、えぐってきました、ラストパス、もう一度佐々木翔、右足で逆転、ヘディング、反応しました早川。サイドから藤井が行きます。試合終了、2対2ドローゲーム。